農業やってるうちの親父が冬だけ働いていて、私も勧められて入りました。20代の組合は3、4人いますが、2人ほどは私が誘いました。全員会社があっているので今も続けています。とても優しい人で、現場見に来るときはいつもニコニコして見に来ます。変わった面もありますが、自分たちもとても話しやすい社長です。なんぼか知り合いの紹介でやりました。それからちょうど30年になります。前はアルバイトがてらで入ったんですけど、そこから10年で社員になりました。で、社長ですか？うちの社長は社長というような感じじゃない人で、楽しいキャラの人です。まあ社員旅行もハワイ、北海道など何度も連れて行ってもらいました。絶対こっからだな、この黄色柄、そこカーブ。